レストランアニュオーナーシェフの下野翔平です。よろしくお願いします。今回は牡蠣のツナマヨネーズグラタンを作っていきます。材料説明します。牡蠣、お米、こちらは、炊いたものでいいです。で、生クリーム、グレールチーズ、ツナマヨネーズと塩コショウです。ツナマヨネーズ材料説明をいたします。こちらが、サラダ油で、お酢、卵で、これがツナ缶ですね。普通にどこでも売ってるものですね。で、あと塩コショウで、マスタード、これは粒じゃない方のマスタードです。もしなければお家でからしとかでも代用できると思いますので、はい。ではまず、サラダ油以外の材料をボウルに入れていきます。最初は、卵黄ですね。油を乳化させるために入れるので卵白はいりません。で、お酢 20cc です。マスタードが、10g で、塩と胡椒、ちょっとこれボウル一人でやる場合は、下にこういう風に敷くとやりやすいです。で、初めこうちょっとなじませます。全体をサラダ油を、入れていきます。数回に分けてというか、ゆっくり入れていく感じですね。あんまりゆっくり入れすぎても分離しちゃうんですけど、要は乳化させたいので、なるべく最初はゆっくり。で、油の量は、一応これは分量は決まってるんですけど、お好みに応じて、いろいろ変えていただいてもいいですし、油をあんまり取りたくないっていう場合は、ちょっと少なめにしてもいいですし、あとは味とのバランスですね。もうこれぐらいになると、分離はしないと思うんで、このまま結構入れ続けちゃって大丈夫です。よくしっかりこう混ざったと思っても、乳化したと思っても、ある程度こうしっかり混ぜてください。そうしないと、もしこれ使い切れなくて次の日とか、なると元に戻っちゃってる場合もあるので、なるべくしっかりお願いします。はい、ツナを 40g で、これを、細かく切って、ミキサーで一緒に回してもいいんですけど、そこまでやるとちょっといろいろ大変だと思うので、ご家庭では、こういうふうに細かく切ればいいと思います。これを先ほどのマヨネーズに入れます。これ例えば今は、今日はツナ缶でやったんですけど、他の魚、例えばサバ缶とかイワシ缶とか、そういったものでも代用はできますので、いろいろ冷蔵庫に、ご家庭の冷蔵庫にあるものとか、季節によって、あとは好みとかによって、鮭とかでもいいですし、いろいろ変えて大丈夫だと思います。あとこれにいろいろこれはいわゆるベースのマヨネーズに、ツナ缶っていう、その結構ベーシックなものなんですけど、これにいろいろ例えば柚子胡椒を足したりとか、お醤油足したりとか、七味を足したりとか、いろいろこう発展系にできると思うので、いろいろご家庭では応用は効くと思うので、いろいろ試してみてください。ツナマヨネーズソースが出来上がりです。炊いたお米に生クリームを入れていきます。40cc です。で、ちょっとリゾットみたいなイメージですかね。軽く、本当に簡単な生クリームと塩コショウで。で、その生クリームが馴染んで、お米が温まってっていう感じでいいです。本当に軽く。はい、こんな感じで大丈夫です。
次は牡蠣を火を入れていきます。あんまりグラグラしすぎると硬くなっちゃうので、まあ柔らかく火を入れるイメージですかね。でこの後、まあ、また、火は入るのでグラタンにするので、あんまりここでは気にしなくて、そこまで火を入れすぎないようにした方がいいと思います。 1,2 分だと思います。はい、では先ほどの、生クリームと塩コショウで合わせた米をお皿に敷いていきます。に、先ほど、軽く茹でた牡蠣を置いていきます。ここに、ツナマヨネーズを、で、こちらのグリエルチーズ、ご家庭でもよく使っていると思うんですけど、ピザとかに上にかかってるやつですね、これを乗せて、はい、200度のオーブンに15分程度入れます。はい、こんな感じでチーズが溶けて、中に火が入る、で温まるっていう状態ですね。でこれからちょっと、表面に焼き色をつけていきます。はい、こんな感じで焼き色がついたら OK です。仕上げにこのパセリをかけていきます。はい、これで完成です。